こんにちは、紙工房のキングダムです。本日はマクロスの公式ファンクラブの、イベントが開催されることになったので、そのご紹介をしようかなと思います。2022年の2月26日の土曜日に、M タマのオンラインイベントが開催決定いたしました。だいたい1年ぶりですかね。で、今回出演となるのは、フレイ役のみなりちゃんとミラージ役の瀬戸さんですね。瀬戸さんは初めてかな、 M 玉としてはちょっと覚えてないですけど、前出てたかもしれませんが、絶対ライブですねに関しての、トークイベントみたいな感じのことをするみたいです。題して銀河ネットワーク M 玉チャンネル劇場版マクロスデータ絶対ライブクリエイターに聞くと、ゲストに、アニメ制作から副監督、脚本、CD ディレクター、プロデューサーを、音楽制作からは作詞作曲、編曲家、ワルキューレバンドメンバーを迎えて、多方面からマクロスデルタ絶対ライブを語り尽くしますと。はい、これまで自分が行った中ではすごい珍しいメンバーが、出てくるといった感じですね。舞台挨拶とかはちょっと監督とか、監督は出てないか、冠監督、そういう系で、お話あったと思うんですけど、それに近い感じになるのかもしれません。はい、でこの辺はいいですね。で、アーカイブ期間もありまして、3月3日の23時59分までアーカイブとして見ることができます。で今回も一部と二部分かれてまして、まず一部が会場が13時半から14時で、開演が14時から15時半、いつも通りですね、大体1時間半となってます。で、出演者ですね、みのりちゃん、瀬戸さんで、司会が畑中さんで、一部は、音楽関係ですね、小森田みのるさん、加藤雄介さん、ミュージック、ムービーで分かれてますね。で、ムービーの方が、大和直道さん、副監督、根本さん、村本さん、脚本と、アニメーションプロデューサーですね。はい、で、2部が、5時半会場の18時から開演と。ちょっと時間空いてますかね、今回。こんなに空いてたかな、いつも。で、出演がみのりちゃん、瀬戸さんで、司会が畑中さん、ここは変わらず。で、ミュージックの方に、バンドメンバーですね、西脇さんと佐野さんで、ムービーチームに森野さん、鹿島さん、崎山さんとなってます。はい、でチケットが3300円です、1枚で。他っていうか、お連れ様、いつも2枚とか買えるんですけど、お連れ様専用チケットということで、それを買うと6600円、2枚なんで2倍の値段となります。はい、で視聴チケットはデジプラっていうところでの販売となります。で、お連れ様は非会員でもいいんですけど、通常チケット買うのはM 玉の会員に限るということです。ファンクラブのイベントなんで、そうなります。はい、で販売期間、チケットの販売期間が2月の10日12時から3月3日までとなります。これはアーカイブ期間まで販売、アーカイブで見れるんで、そっちも購入することが可能です。はい、でもお連れ様のみ、お連れ様 のチケットに関しては2月10日から16日までと決まってるので、ここはご注意ください。はい、友達と一緒に見たいよという方はここ注意です。はい、という感じでしょうかね。はい、前回は1年前かな、払い戻しもあった、ちょっと問題のあったファンクラブイベントだったんですけど、はい、今回はそういうことがないようにやってほしいですね。はい、という感じで今回は以上としようかなと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロス動画の方でお会いいたしましょう。